嗨，大家好，我是陆江，今天我跟文当要去河口湖。可惜我们两个没有特别规划行程，所以我们就是随性的走一走。有时候就是要这种有比较古老的店的东西才好吃。ごちそうさまでした。因为外面实在太冷了，所以文丹就给我他的围巾带，真的超级无敌冷的，我没想到会这么冷。我们等一下要进去的那个冰雪很危险啊！如果说你是穿那种高跟鞋不好穿的话，你要换成这种鞋子。就是比较安全的鞋，它可以让我们免费换。老分了，好危险！注意哦。しゃがんで。頭ぶつけてるよ。こんだけしかない。うわやば、探検隊レッド。うわいや疲れたけど楽しかった。そう、こうやって歩きながら。腰が弱い人は厳しいかもしれない。あとルーちゃんみたいに白い服は着ない方がいいかも。如果大家来的话，不要穿白色的衣服。すげえ綺麗。通るだけのシートって。我们现在刚到旅馆，然后文当在写那个 check in 的单子，给大家看我们两个这次住的饭店，我们觉得超漂亮。いらっしゃいませ。かっこいいね。まずね、おトイレでございます。まあ僕一般的なトイレですね。手洗う。おお。薬用の石鹸。啊，こちらは土足厳禁となっております。啊，了解です。要把这个朝向里面哦。是我跟文丹每次我们旅行的时候一定会吃泡面，所以就是有热水瓶，我们很需要帮助。こちらが冷蔵庫でございます。はい。でこちらがメインのお部屋です。ありがとうございます。哇！跟大家介绍一下这个房间，有壁橱打开。它这边有棉被啊，跟枕头。然后刚才那个旅馆的人跟我们说，他会在我们去吃饭的时候帮我们铺好这个棉被。喝茶的时候啊，他会放在那边，就是他们都喜欢做滴滴的，然后这样喝茶。可是应该是用不到啦，因为我们只有两个人而已。这边有附这个小果子，就其实日本的旅馆大多数都会附这种吃的啊。这个是我们刚才只有在土产店看到，是山梨县很有名的。这边是浴衣，日本的温泉旅馆一定要换浴衣才有气氛的。这边就是我们吃饭的时候，他们等一下旅馆人会帮我们铺上棉被的地方。然后是今天的重头戏，就是我们两个这次的旅行是为了要散心。所以我们就租了一个有露天风雨的房间，来看到富士山哦。ここ何？もう言ったよ、さっきの。あ、一番。今見えないんだけど、あそこ実は朝富士山見えます。ここは露天風呂になってます。お、暖かい。暖かい。あの光がついてるのはすごい。あれおしゃれだね。刺身めっちゃ美味しい。なんか新鮮。しかもあそこにバイキングもあるし、口コミでめちゃめちゃ晩ご飯の量が多いって書いてあったけど、そういうことか。刚才吃完晚餐超级无敌饱的。でも、まあこんなの初めてだよね。そう、美味しかったね。最初はこういうなんか高級なものとは思わなかった。なんか普通の温泉旅館の
なんか鍋かなとか思ったんだけど、ちっちゃい鍋ね。そうまさかなんかそんな急になんか高級なところになんかその冷凍されてえっと思って、でも美味しかった、幸せ。バイキングは良かったね。うん、でもバイキングは撮影禁止だから止めなかったんですいません。30分540円で卓球ができます。おお、上手じゃん。はい。この青い穴にこいつで穴を開けていって、後でオルゴールのとこにこう入れるとオルゴールの音が綺麗になるんだって。楽しみ。いや、こういうのはあんま聞く機会ないからね。楽しみ。ルーちゃんは豚。ルーちゃん太ってる。ダメだ。我们刚才打动了这入场券，放进去转，它就有音乐。哦。すごい。好神奇哦。现在我们要吃我们的最后一餐，吃完就要坐车回去了。我现在开始吗？窗帘也是富士山呢，好可爱。那我们这旅行就到这里结束了，拜拜。拜拜。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。